ーとは、ベトナム料理で用いられる平たいライスヌードルである。油状と共に備えられるフォー日本の有機食品が発売している。フォー形状は日本の岸面麺に煮るが、原料は米粉と水である。水に漬けた米をひいて、ペースト状にしたものを熱した、金属板などの上に薄く流し、多少固まったものを裁断して麺にする。中国関東省長州市の城、甲州市の川湖。 厚生地湾族自治区経林市のキリコなどとほぼ同様のものである。ーといえば、ベトナムの代表的な食べ物だと思われがちだが、本場はベトナム北部である。南部でもーは食べられるが、ーよりも風邸や文が好まれる。比較的歴史の浅い料理であり、登場したのは20世紀初頭である。歯のいないしナムディンで生まれたとする説が有力である。 1954年のジュネーブ協定締結により、ベトナム北部から中部、南部へと伝播していった。また、1975年のベトナム戦争終結を機に世界中に亡命したベトナム人により多くの国々に広まった。法の起源ははっきりとしていない。フランス統治下の影響で、それまで牛肉を口にしなかったベトナム人が牛肉を食するきっかけが生まれた。 フランス人によるポトフ由来説中国人による牛肉粉由来説、ベトナム人自らによる水牛肉の煮込み、ビーフン由来説などの説がある。丸くて細いビーフンは平たいフォーメイと移行し、水牛肉はフランス人の影響で牛肉にとって変わられたと考えられている。語源としてはフランス語のフから来た可能性が指摘されている。 ベトナム語の ph の発音は、成長以外の部分では、イギリス英語のファーに近い。チュノムでは、ベイヒトエに、ハという文字で記された。多くの場合、牛や鶏の出汁をベースとする透明なあっさりしたスープに、米麺を入れ、それに茹でた牛の薄切り肉や鶏肉、つみれ、タケノコ、様々なハーブ類や、イクノナなどが、典型的な具材として乗る。一部では、海鮮の方も存在する。 最後に各人がライムの絞り汁、ヌクマム、ヌクチャム、生唐辛子などを加え、好みの味に仕上げる。サイドメニューにクワイキーという油状をオーダーし、汁に浸して食べることも多い。牛肉入りフォーの場合、肉の茹で具合をリクエストすることも可能である。一般に本場とされるハノイの方は、肉の他にはネギを入れる程度のシンプルな盛り付けが多い。一方で南部の方は、 甘めの味付けで、たっぷりのバジル、コリアンダー、ニラ、唐辛子、生のもやし、咲いた空心菜の茎、バナナのつぼみなどをトッピングして食べる。トッピング自体もテーブルの上に置いてあり、無料で好きなだけ投入できる店舗が多い。派生メニューとしては、牛肉をワインソースで煮込んだものをスープに使用するフォーソット版、フォーを使った、具だくさんの焼きそばフォーなどがある。 基本的に外食する料理であり、ベトナム現地にはチェーン店も存在する。また、多くの店舗でテイクアウトすることが可能である。家庭で作られることはあまりないため、頬を食べるが、不倫をすることの因果になっている。生麺仕様が基本だが、生麺入手が困難な国のベトナム料理店では、乾麺を使っているところも多い。ラーメンのように麺をすすったり器に口をつけたりして、 食べるのはマナー違反であり、レンゲに具材と麺を乗せて食べるのが正しいとされる。ありがとうございます。